明けましておめでとうございます。本年もミニチャンネルをよろしくお願いいたします。今回のミニチャンネルのゲストは日本海軍の主力攻撃機一式陸上攻撃機さんです。はい、ベティちゃんよ。それでは最初にベティちゃんのお生まれになった経緯についてお話しいただけますか？いいわよ。1930年代大日本帝国海軍はワシントン海軍軍縮条約、ロンドン条約で対米劣勢を余儀なくされた戦艦、巡洋艦、航空母艦勢力を補うため陸上基地から発進して洋上にいる敵艦を攻撃する長距離攻撃機、雷撃、爆撃機の開発に力を注いだのね。こうした目的に沿って指定されたのが9号式陸上攻撃機、96式陸上攻撃機だったのね。その防備能力を向上させた後継機として1937年、昭和12年、9月に、12式陸上攻撃機が発注され、本庄機労技士を主務者とした設計陣で開発に取り組んだのよ。第1回1式陸攻打ち合わせ会で、本庄機労技士から、防備が不十分。小型で航続距離も止めれば燃料タンクに被弾しやすいため、4発機にして搭載量、空力性能、兵技装要求を満たし増えた2発馬力で防弾交番と燃料タンクの防弾、消火装置を備える、と提案があったものの、傭兵については軍が決める。三菱は黙って軍の使用通り作ればいい、と議論なく棄却されたのよ。1939年10月、1号機が完成、初飛行は1939年、昭和14年、10月23日、パイロットは島勝造、1941年、昭和16年、4月1日、一式陸上攻撃機、として正式採用されたのよ。それでは、次に、ベティちゃんの特徴についてお話しいただけますか？まずは空気抵抗を増やすことなく高動化することで爆弾や魚雷を胴体内に収納することを可能にしたわ。爆弾や魚雷を胴体内に収納することを可能にし、主翼内をインテグラルタンクとし、4000km 以上に達する大航続力を得たの。そして空気力学的洗練により、大型双発機とは思えない、軽快な運動性を得たのよ。武装は 7.7mm 旋回機14艇、前方、上方、側方、20mm 旋回機11艇、ビブ、となっているわ。防弾に関しては、近い将来、欧米の航空機銃は 20mm 級が主流になると考えられており、これに対応した防弾装備と搭載力、航続力を合わせ持たせることはエンジン出力から見て不可能なことから、防弾は最小限にして軽量化を図り、速力や高高度性能等の向上によって被弾確率を低下させた方が合理的と考えられていたようね。ちなみに厳しい航続距離の要求性能をクリアするため、燃料タンクとして主翼内構造を水密化したインテグラルタンクを採用したため、全面的な防弾装備を施せなかった、とされているけど、最初の量産機である11型、G4M1、でも、前後桁と燃料タンク側面に防弾ゴムが貼られていたのよ。ワンショットローターと呼ばれていても、一応防弾されてはいたのですね。失礼ね、ちょっとその辺のこともお話ししよっか？ぜひお願いします。なぜ、私が特段、脆いイメージを持って語られるのか？まずはここからね、護衛機を伴わず、やむを得ず出撃する機会が目立つ、という点がその理由の一つとして考えられ、戦争序盤の1942、昭和17年2月20日に発生したニューギニア沖海戦では、ラバウル空襲に失敗した空母、レキシントン、を、中核とする第11任務部隊を追撃する形で出撃した一式陸攻17機が、艦載機の反撃に I-13 機を撃墜され、2機を不時着水で失うという大損害を被ったの。この戦いが、ワンショットライター、というあだ名の生まれた説の一つとも言われているわ。
爆撃機や攻撃機による護衛機を伴わない出撃は、夜間以外には大損害を覚悟しなければならないというのは、遅くとも1943、昭和18年の段階では参戦各国が共通して感じていたことになると思うの。大気攻撃に関しては、当時の同じような運用方法だったドイツ軍の双発爆撃機と大差ないか、爆撃場所によってはそれ以下の損害率で済んでいるわ。ただ対艦攻撃の場合が問題で、これには護衛機が満足に飛ばせなかった戦争末期の時代、レーダーピケット艦、レーダーによる敵捕捉を任務とする艦に捕捉される形で航空機や駆逐艦に迎撃され、失われた一式陸攻が多く含まれており、損害率も高くなっているわ。この頃のは、燃料タンクや操縦席の防弾装備をより強化したタイプであるのにもかかわらず、多くの機体が失われたのよ。相対的に見て、アメリカの15予爆撃機よりも、あたしが脆い機体だったのは間違いないけど、同時に、あたしが、ワンショットライター、というほどに簡単に落とせる機体だったはずもないわ。大型の双発機で、それなりに高速で、重武装の機体なんですから、戦闘機にとって簡単な獲物になるはずはないの。確かに燃料タンクは弱点ですが、被弾面積が極端に広いわけでもないし、名パイロットが正確な射撃を加えるような稀なケースを除けば、偶然に弾がタンクに当たらない限り、欠点は露呈しないのよ。それに1発や2発がタンクを撃ち抜いたからといって、100% 発火するわけではないの。実際、タンクに被弾しても生還し、インテグラルタンクの補修は面倒だと悲鳴を上げるケースは多かったわ。なるほど、言われていることが、すべて真実とは限らないわけですね。それでは、次に書く方についてお話しいただけますか？12式陸上攻撃機、G4M1、いわゆる試作機で2機製造されているわ。そして最初の量産型の11型、G4M1、ね、火星11型を装備し、当初より前後桁とタンク側面に防弾ゴムを装備していたわ。火星13型と呼ばれた高高度性能を向上させた火星15型に換装した型もあるんだけど、海軍の兵器行政上は11型として扱われたようね。1942年、昭和17年、8月生産の406号機以降がこの型であり、1943年昭和18年の初めから新規生産機、配備機ともに、タンク下面の防弾ゴムと消火装置を追加装備、書籍により1、2型と表記されることがあるようね。次は全面回収型の22型、G4M2、ね、エンジンを火星21型に換装、胴体と主翼も再設計した全面回収型よ。上部旋回機銃も360度旋回が可能な動力式に変更されているわ。1943年、昭和18年、7月より生産開始。胴体速報旋回機銃を 20mm に変更し、H6 型捜索レーダーを追加した 22号型の上部旋回 20mm 旋回機銃を単重心の99式150から超重心の99式250に変更した 22OS 型といった回収型があるわね。次は火星21型の振動が激しかったため、減速比を変更した火星25型に換装した24型、G4M2A、ね、22号型及び22オツ型に準じた回収を施した24号型及び24オツ型、24オツ型の機種前方機銃を 7.7mm から 13mm に変更した空中レーダー搭載の24兵型といった回収型があるわね。プロペラをハミルトン、スタンダード生産士から、住友金属が独自に改良した4種に変更しているわね。次は大岡県庁簿記型の24兆型、G4M2、ね、爆弾層を大岡11型を搭載できるよう改修し、燃料タンクや操縦席の防弾装備を強化したわ。一部の機体は胴体後部下面に離陸促進用補助ロケットも装備できるようになっていたようね。試作機を続けていっちゃうわね。2号型、G4M2B、高高度性能を向上させた火星27型に換装した高高度型、26型、G4M2C、燃料噴射装置を追加した火星25オツ型に換装した型、27型、G4M2D、排気タービン下吸気付きの火星25オツ型に換装した高高度型。
そして次がインテグラルタンクを廃止して防弾タンクを装備し、ビブ銃座形状変更、水平尾翼への上腕角追加などの改修を施した34型、G4M3、ね、輸送対戦哨戒機仕様の34型、情報旋回 20mm 機銃を超重心の救急式に50に変更した34オツ型、G4M3A、機種前方機銃を 13mm に変更した34兵型、G4M3A、といった改修型があるわね。次が36型、G4M3C、ね、34型のエンジンを燃料噴射装置を追加した火星2号オツ型に換装した型よ。36強型、G4M3E、は36型を桜花搭載母機に改修したものね。次が37型、G4M3D、ね、34型のエンジンを排気タービン下吸気付きの火星2号オツ型に換装した型よ。次が陸航型の量産に先んじて生産されたいわゆる、翼単炎5機の12式陸上攻撃機械、G6M1、ね、陸航型の防御火器に加えて胴体仮面ゴンドラの前後に 20mm 旋回機銃を追加、主翼前後桁とタンク側面に防弾ゴムを装備しているわ。陸航編隊の外縁に位置し、強力な防御火器で編隊を守る目的で開発されたが、改修による重量増加等のため速力や運動性が低下し、陸航隊と行動を共にできないと判定され、また零式艦上戦闘機が援護戦闘機として活躍するようになったことから、練習機や輸送機に転用されたわ。12式陸上攻撃機械を練習機に転用したものが1式大型陸上練習機11型 G6M1L で、輸送機に転用し防御火器を減らし20名分の座席が設けられているものが1式陸上輸送機 G6M1L2 と呼ばれているわ。さすが主力機だけあって、たくさんの型があるのですね。それでは、最後に、ベティちゃんのご活躍についてお話しいただけますか？最初に私が配備されたのは高尾空であり、1941年、昭和16年、7月25日に24機が観光に進出し、7月29日に6機で行った偽装西岸地区爆撃が1式陸航の初陣となったわ。8月11日には冷戦との初の共同作戦となる成都攻撃に参加し、冷戦の誘導を行ったの。爆弾搭載能力は、前身の96式陸上攻撃機と変わらなかったが、速力、上昇力に非常に優れ、冷戦を随伴して飛行でき、7000メートル以上の高度が取れ、対空砲、敵機圏外から爆撃が可能であったのよ。マレー沖でイギリス海軍の戦艦、プリンス、オブ、ウェールズ、と巡洋戦艦、レパルス、を撃沈するなど、太平洋戦争初期に活躍したわ。その後、海軍陸航隊の主力として主に南太平洋方面の対連合軍作戦に従事したけど、基本構造の問題に起因する防弾性能の低さから、被害が増大するようになったわ。それなりの数の護衛戦闘機を揃え、この規模の爆撃機としては良好な高高度性能と、防御火力を活かした高高度爆撃を行えば、損耗率を比較的低く抑えることも可能だったけど、戦力バランスが大きく崩れ、護衛戦闘機は愚か陸航も十分な出撃数を揃えることができなくなったのよ。大戦中盤以降は、戦術を夜間爆撃、夜間雷撃に変更せざるを得なくなり、大戦終盤は特攻兵器、桜花の母機としても使用されたわ。桜花はその形状から機材に装備せざるを得ず、そのために起こる空力の悪化、桜花自身の重量、さらには本機の脆弱性と相まって、桜花を切り離す以前に敵機に捕捉、撃墜されることの方が多かったようね。今回のゲストは、大型双発機とは思えない、軽快な運動性を持った一式陸上攻撃機さんでした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら高評価ボタン、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。